はい、今回トヨタカローラクロスにマイナーチェンジの情報が入ってきて、改良後スペックで改良内容で、あと価格と発売日と最新納期と値下げ額の相場すべて判明したんで、まあ順を追って紹介していきます。2年前、2021年9月14日に登場して、もう2年がですね経過して、タイの方とかあと1年早くですね発売して、日本国内1年弱遅れて2年前の9月14日に登場して、で今のところは改良とかマイチェンは特になくて、で今回大幅改良実施して、ちなみに去年の累計販売台数が判明して、ランキングがシリーズ全体で2位で、販売台数が13万1548台、まあ、ややその次に人気車で、カローラクロス単体だと5万9070台で、ガソリン車が1万1660台で、ハビットがガソリン車より4倍近くですね販売されていて4万7210台、回せて5万9070ですね。で改良後スペックボディサイズからで、全長4m49cm、 車幅 1m12.5 の全高 1m62cm、 まあトヨタのコンパクト SUV という部類なんですけどね、トヨタのコンパクト SUV の中だと一番ボディサイズが大きくて、 CHR が生産終了したんで、だからヤリスクロスより確かラブ4の方がボディサイズが近かったと思うんですけどね。で最低地上高が 16cm で、最小回転半径は全車 5.2 メーターとなっていて、まあ車幅結構広めなんですけどね、まあ取り回しはそこまでしにくいことはなくて、で駆動方式改良後もガソリン車に行くのみで四駆の設定はないみたいですね。でハビットも改良前と一緒で行くと四駆の設定があって、でトランスミッションガソリン車スーパーCVTI で、ハビットの方は電気式無段変速機を採用して、乗車転用 2AC の5名乗車ですね。で改良内容はいくつかあって、まず一つ目がパワーユニットの変更点として、排気量がですねアップして、ガソリンエンジンが直列4気筒 1.8 リッターのエンジンだったのが、改良後はハリアーに採用している直列4気筒2リッターのダイナミック補正エンジンですね採用して、ラブ4とかハリアに採用してですね、ニッターのダイナミック補正エンジンを採用して、でハビットに関しても第5世代のハビットシステムですね、 2ZR-FXE を採用して、まあ、新型ボクシーとノアと一緒のハビットシステムですね。モーターの最高出力と最大トークの方がアップして、まあガソリンもハビットも加速力もですねアップして、で2点目の変更点として、ハビットに専用装備を設定、まずボディカラーですねツートーンを追加して3色設定で、そのツートーンを選択するとブラックブルーのインテリアカラーに、ホンガーシートとファブリックの組み合わせで、でハビットの Z グレードに雨滴感知ワイパーですね標準装備となって、で後で紹介しますけどね、ハビットの安全装備に専用メイクオプションも設定して、で3点目、一部グレードボディカラーが変性、まあ、ハビットにツートーン設定した以外ですねボディ色の変性があって、まずグレードとしてガソリン車の S グレードが廃止、中間に位置していた S グレードが廃止になって、だから改良後に関してはガソリン車が、廉価が GX、中間が G、最上級が Z で、で、ハビットがグレード変性はなくて、廉価が G、中間が S、最上級が Z で、ガソリン車とハビットだと名称が違うんですね。グレード名称が違って。で、ボディ色の変性として、アバンギャルドブロンズメタリックが廃止になって、で、新たにですね、マシップグレーを追加して、だから新型車だと新型ボクシーとか新型プリウスですね、こうマシップグレーをラインナップしていて、そのマシップグレーが
会場をカローラクロスにですねラインナップして、で4点目、ディスプレイオーディオと液晶メーターの画面サイズがアップ。ディスプレイオーディオ、会場前の原稿に関しては7インチか9インチだったのが、会場後に関しては標準で8インチで、最上級グレードのメイクアプション、 Z グレードのメイクアプションに 10.5 インチですね、ディスプレイオーディオプラスを採用して、新型ボックシー、新型ノアと一緒ですね。で液晶パネルには新型ハリアーに設定している同じ 12.3 インチのフル液晶メーターを全グレードにはなくて、ハビット社の Z グレードですね、標準採用して、で5点目として予防安全装備、トヨタセーフティセンスがアップデートして新機能を追加、従来の機能もアップデートして、で新たに新機能がプロアクティブダイビングアシスト、ドライバー自動対応システムで、発信遅れ告知機能、レンジパーチャーアラートですね、全車に追加して、でハビットにはパナミックビューモニターとトヨタチームメイトアドバンストパークですね、標準設定ではなくてメーカーオプション設定みたいですけどね、マシン設定して安全面が大幅に強化して、今回はもう大幅な改良ですね。他デザイン面に関してはボディ色とかインテリアカラーの変数なんですけどね、内外装のデザイン面の変更はないみたいで、で前から言われてた GR の設定もないみたいですね。で価格の方が確定していて、ガソリン車が218万4000円から290万まで、でハビットが276万から345万9千という価格設定で、だから10万後半から20万前半ですね、価格アップして、で発売日、トヨタはカローラクロスを2023年10月18日に一部改良実施して発売、あと1ヶ月ぐらいですね。で値引き箱の相場がまあ10万から20万、まあ契約数店舗とか選択数グレード、まあガソリン車ハビットによっても違ってきますし、つけるオプション数によってですね、もちろん値引き箱は変わってきますけどね。で最新納期、ガソリン車の方は納期早くて12月、でハビットに関しては来年の3月という情報ですね。まあこれも店舗によって変わってくると思うんですけどね、ハビットも納期が早い店舗だったら年内納車も可能じゃないかっていう情報もありますけど、まあだいたい4ヶ月から半年、まあ新型ハリアとかも最近納期の方早まってきてますからね。はい、今回トヨタカローラクロスに関するマイナーチェンジ、大幅改良の情報として、改良後スペックと改良点と価格と発売日と値引き額と最新納期について紹介しました。